今日ちょっとこの駐車場へ車を止めたいと思いますけれども、混んでますね。どうしちゃったんだろう、こんなに混んでる、すごいな。なんだ、どういうんだろう、こんなに車があるとは。こんにちは。さあ、ゆっくり歩きながら羽下橋まで行ってみましょうかね。こんにちは。思いがけなく橋だ。ちょうど紅葉が始まったっていうことだったので、今日は高津峡遊歩道を歩いてみることにしました。滝が映るかな。ちょっと滝は遠かったですね。
ボディがいいわ。ブレーは？あ、これか。だな。よくまあこじつけたな。まったく。きれいに整備されてますね。まあ歩いてて気持ちがいいですよ。あ、これはどう見てもアユだな。この川の下流域はヤマメ、まあ、岩マナも釣れるんですけども、釣りでちょっと有名なんですよ。大物が釣れるっていうことでね、毎年釣り雑誌なんかには紹介されています。あ、休憩所があるな。なんかちゃんとしてるな。あんまり綺麗じゃないんですかね。ああ、この辺りはこの間北面を通って沼田の方へ行ったんですよ。ああ、そうですか。よかったですよ。ああ、向こうは、向こうも ねちょうどね、リンゴ狩り行くんで、それで裏北面を通ってったんですけどね。まあよかったですよね。あ、そうですか。あの辺は綺麗でした。あんまりだから街中行っちゃうとね、まあ歩いてもつまんないことあそこは変わんないですからね。あ、お寺、お寺だとかね。ね、神社は。そうですね。あの釣り橋もいいけどね。そうですね。ここもね、下歩いたけど、こんなに綺麗に整備されてるとは思ってなかったんですよ。あ、そうですか。もう少しね、砂利が多いかなと思ったんだけど、全然ないですね。綺麗に歩きやすいですよね。そうなんですか。これからなんですよ。あ、そうですか。じゃあまた1週間ぐらいしたら初めて来てみようかな。ありがとうございます。いいえ、こちらこそありがとうございました。こんにちは。こんにちは。
平日でも観光客が結構多いですね。バスがあったもんな。ポットホール、要は岩のくぼみに石が落ちて、その中でぐるぐる回るうちに穴が大きく広がっていくっていう、それをポットホールって言ってますね。だってどこなんだろうな。ホットホール。なんか矢印が見えたぞ。あるな。どういう意味じゃ。登れってか。登ったよ。これか、これか、やりました。今の水面からここまで、なめたばまあ逃げたくらいあるのかな。水流は随分落ちたってことですね。これがポットホール。こんな上にあると思わなかったな。下ばっかり行くか。これじゃ分かんないはずだ。こんにちは。すみません。今ポットホールがどこにあるんだろうと思ったら、そこにあるんですか。そこの矢印があるでしょ。あ、はいはい、あ
れがそうなんです。あの山のね、うん、反対側にあるんですよ。あまあまあそこ行けばすぐ見えるから。よくね、うん、いいえ、それで。休憩所は松の屋が見えましたね。
ああ、羽北じゃなくて羽滝だ。羽滝土稜村。カロス天狗。